入試算数、効率よく解きたい図形の面積問題、おまけ問題付きです。では始めましょう。図のような一辺12センチの正方形 ABCD において色部分の面積を求めてください。では解説をします。正方形の対角線 AC を引くと、図形の対称性により2点 IJ を通ります。また四角形 EBGD と四角形 HBFB は向かい合う辺が平行で長さが等しいので平行四辺形であり、それにより色部分も2組の向かい合う辺が平行となり平行四辺形です。よって図のように等積変形できます。すると色部分は9センチの PF が底辺の平行四辺形になります。ここで三角形 AIH と三角形 CIB は相似であり、 AH イコール3センチより、その相似比は AH 対 CB イコール1対4なので、各三角形の高さも1対4であるから、三角形 IBC の高さは上のようになり、これは色部分の平行四辺形の高さと一致するので、その面積は 9×9.6 で 86.4 平方センチメートルとなります。おまけ問題です。一辺が6センチの正方形の2辺を3等分した点を図のように直線で結びました。色部分の面積の和を求めてください。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお他の動画でこの問題の解説をしていますので、概要欄の URL からご覧になってください。